オーストラリア飛びバッタはオーストラリアに生息するバッタ科のバッタ。時々群れを作って大規模な移動をする。成虫はオスが体長25から30ミリメートル、メスが30から42ミリメートルである。体色は灰色、茶色、緑色などが見られる。胞子の先端が褐色になっているのが特徴である。メスは 腹の先端に産卵管を持つため尖っており、オスは丸みを帯びている。オーストラリア飛びバッタの幼虫沿岸部を除く、オーストラリアのほぼ全域に生息し、草原などを好む。通常状態の成虫は5から10メートル飛ぶことができる。敵から逃げるために飛んだ場合には、着地した後くるりと回って敵と対面する。 気温摂氏15度を下回ると活動できなくなるため、卵の状態で越冬する。ニューサウスウェールズ州南部では3月初め、ニューサウスウェールズ州中央部では3月末、クイーンズランド州では4月半ば頃から越冬のための産卵が始まる。メスは1回に50個ほどの卵を2から3個の卵小に分けて産む。腹部の大部分を地面に埋め込んで、 地表から3から5センチメートルの場所に産む。産卵場所として、不敵の場合には、穴だけ開けて、卵を産まないこともある。夏場であれば2週間ほどで孵化し、1年の間に何回か世代交代する。このバッタは通常は5例、乾燥や低温の場合には稀に6例で成虫となる。成虫になるまでには、通常6から8週間かかる。 一例での死亡率が高く、乾燥がひどいと死んでしまう。成虫になると、1日で500メートル移動することが可能である。時々、愛変をして群生症と呼ばれる体に変わり、群れとなって移動する。主に夜間に移動する。移動距離は大きく、時には、オーストラリア本島を飛び出て、タスマニア島北部にまで達することがある。 住んでいる場所が乾燥して餌となる草がなくなると移動を始める。ただし、長距離を移動するためには、それまでの食事で脂肪を蓄えている必要があり、それだけの草地が存在するには、おおむね降水量40ミリメートル以上が必要とされる。移動先で雨が降っていれば、そこで休止する。そのため、乾燥状態が続くと繁殖は止まる。群れは、 高度30メートルぐらいのところを飛び、1日の移動距離は通常3キロメートル、多くても20キロメートル程度である。1週間ほど移動を続けることが多い。時には高度1000メートルに達することもあるが、気温が20度を下回ると飛行できなくなるためにそれ以上の高度を飛ぶことはない。オーストラリア飛びバッタが与える脳被害、いわゆる公害は、 おおむね牧草地に対してである。通常は活動範囲が国草地帯と離れているため、これらに被害を与えることは少ない。ただし、乾燥状態がひどい時などには国草地帯を襲うこともあり、対策を施さなければ被害は数百万ドルにも達することもある。2000年12月には駆除のため5050 50平方キロメートルの土地に、 殺虫剤が使用され、クイーンズランド州政府の環境保護局などにより、殺虫剤フェニートロチオンとフィプロニールが環境に与える影響の調査が行われ、おおむね問題ないことが確認されている。この分類は、アイタスのカタログオブライフによる、オーストラリア政府、ノースイリン酸照ディスクリプションオブアンオーストラリアン、プレイグローカスト。写真あり、オーストラリア政府、 脳水磷酸小ハウツーテルザディファレンスビトウィーン A メールフィーメールローカスト写真あり ABC オーストラリア政府脳水磷酸小ディストリビューションより分布図ありオーストラリア政府脳水磷酸小チョーティシッツターミニフェラハット ABCDE オーストラリア政府脳水磷酸小ースリア酸小バイオロジービヘイビアハット AB サウス オーストラリアエンバイロメントプロテクションオーソリティアセスメントオブザインパクトオブインセクティサイドスプレイングオブオーストラリアンプレイグローカスツ2001年7月ありがとうございます